人の手に落ちた。気をつけろ。あそこは町ごとカルトに支配されてる。メアリーとジェロームを救出してペギーどもの弾を蹴飛ばしてやれ。ダッチアウト。
空からお前を見つけようとし、武装車両で行く手を妨害してくるだろう。気をつけろ。
主は涙を拭ってくださる。もはや死も悲しみも叫びも痛みもない。あなた方への計画があると主は言われた。災いではなく希望と繁栄を与える計画、そして未来を。まあそれが良きものかどうかは一目見ればわかる。皆が噂しているぞ。お前はこのバレエに訪れた初めての善だ。ちょっといい？落ちたらどうする？いけると思ったんだけどね。ほら。ありがとう。あんただったのね。ごめんなさい、気づかなくて。いろいろやってるのね。引っ越しも手伝ってくれたりする？エデンズゲートに取られたと思っていたよ。隠しておいた酒がなかったらフェアグレイブはおしまいだった。父のおかげよ。この町はいろいろあった。感謝しているが。仲間を探してるんでしょ。でも本当のとこ、困ってる人はあなただけじゃない。私たちにできることは限られてる。お前が手を貸してくれるなら相応の礼をする。どうかな。あとはメアリーに聞け。私は大概教会にいる。じゃあな。罪は広がる。罪は人を残酷な行為に走らせる。俺はお前を駆り立てる感情を知っている。本当によく知っている。保安官、俺ならお前を助けられる。その罪を洗い流せる。その魂を浄化できるんだ。浄化は困難で苦痛を伴うが、その価値はある。俺の部下がお前を迎えに行くだろう。だが戦わないことだ。お前が激しく抵抗するなら、その分魂も強く磨かなければならない。偶然でも本来の姿に戻るだろう。若いの、どうやらジョンを怒らせちまったな。奴は全力でお前を追ってくるだろう。注意しろよ。ダッチアウト。いいところに来てくれた。そんな風に街にやってくるなんていい度胸ね。大抵の人は一目見ただけでエデンズゲートを避ける。そういう人は散々な目に遭わなくて済む。私の父も最初に立ち上がった一人だった。ペギーが厄介事を起こすたびに大きなトラックに乗り込んでは奴らを街から追い払ってくれた。父はあのトラックを愛してた。ウィドーメーカーって呼んでた。でも父が死ぬ1週間前、トラックは奴らに盗まれた。ねえ、本気でカルトと戦う気はある？ウィドーメーカーを取り返してほしいのよ。やられっぱなしじゃないってことをカルトに教えてやりたい。この辺りの住人も勇気づけられるしね。トラックは東にある穀物庫で厳重に保管されてる。この仕事はあんたにぴったりだと思うの。英雄、こっちだ。お願いできるか。一日中やってられる。カルト信者どもを始末してくれて感謝してる。この町に何が必要か分かるか？弾だ。本当のことだ。
フォールズエンドの黄岩祭りは何十年も続く古い伝統だ。テスティフェスティは地域が一丸となって楽しめる貴重な祭りだ。カウボーイキャビアをドカ食いできる。みんなの士気を高めないといけない。ロッキーマウンテンオイスターを食べて笑顔にならないやつなんていないはずだ。ただ問題はカルトのせいで祭りが延期になってるってことだ。この俺が幸せの玉を出せなかったなんて汚名を背負うわけにはいかない。絶対にやろう。だがまずはテスティフェスティの飾り付けを引っ張り出さないと。ケニーという若者が古い納屋に保管してくれてる。俺は準備を始める。お前は納屋から飾りを取ってきてくれ。こんなに面白いゲームやったことないぞ。ありがとな。目立たないようにしてれば悪いことは起きない。今起きてることは別としてな。いや、ポップだ。俺は今からとても素晴らしいことをする。いや、愚かなことかもな。ジョン・シードを追い詰めた。だからもう腹をくくるしかない。俺から連絡がなかったら頼みたいことが3つある。カルトには加わるな。スプレッドイーグルを締めるな。決して奴らにはウィドーメーカーを渡すな。愛してるよ。運が良ければまた会えるだろう。退屈してんのか？ならこのゲームやってみろよ。十分じゃない。
冒涜するのか。いいね。まずはアイセジョン、自分の罪に惑わされるな。私の元へ。告白しろ。これまで犯してきたあらゆる罪を全て包み隠させた。俺が見極める。食材に値するか。すれば、今すぐ告白すれば大丈夫、そうだろう？いいえ、大丈夫じゃない。どうして？痛みのない告白は告白ではない。罪を吐き出せ。それを肌に刻んだ後、ジョンが引き剥がしてくれる。美しい光景だ。ペギーのクソったれ。しかしてもいけない。さあ来い。お前を失うわけにはいかない。
中だ。話がある。お前と連絡が取れなくて心配した。主が正しき方向に導いてくださった。助けを必要としている人はまだた人命がかかっている。最後まで聞いてくれ。こっちだ保安官。話の続きだが、助けを必要としている人はまだたくさんいる。カルトはこの先に残りの人質を移している。マールもだ。時間がない。使えるものを持ったら助けに行くぞ。仲間を集めてくる。やり遂げるには人手が必要だ。ジロー、神山だ。なんだ。さあ行くぞ。なぜある子供は何不自由なく暮らす一方、隣の子供は春を打ち立てて年齢でも食べない。何の天気があって本当の大きな構えを太った戦士官が増えた無限の作物の売買を指し、ありがとう。
命は受けたくねえ。危なかった。ありがとう保安官。もうダメかと思ったぞ。保安官、ヘリを迎えにやった。来るまでどうにか耐えてくれ。みんなヘリを恐れて正気を失っちまった。好都合だな。ダメかと思ったぞ。保安官、ヘリを迎えにやった。来るまでどうにか耐えてくれ。見ろ、合図だ。ベギーの増援が来るぞ。カルトが増援を送ってるぞ。ダメかと思った。保安官、ヘリを迎えにやった。来るまでどうにか耐えてくれ。緊張の高まりを感じるぞ。ピリピリしてきたな。メキシコ料理みたいに刺激してきた。
できる。約束しよう。あのクソ野郎ども本気で俺たちを救ってるつもりだ。声ダメなんかに閉じ込めやがって。クソは奴らの方だ。誘拐した上に洗礼を強いる。イカれてるな。あいつらは俺のところに押し寄せてきた。お前も同じ方法でやられたんだろ。洗礼じゃなくて弾を頭にぶち込めってんだ。あー、クソ腹が立つ。ペギーどもをギタギタにしてやりたい。信じられない。今度こそエネツリーの脅威です。こんにちは。ああ、調子はどうだ。こちらグレース、ラムオブ。大丈夫か。状況は聞いた。ジェロームのことはありがとな。よくみんなをジョンの浄化から解放してくれた。やつは気分が良くないだろうが、はっきり言ってざまあ見ろだ。その調子で頑張ってくれ、ダッチアウト。ハドソンがどんな目に遭わされてるか考えたくもない。気をつけて。確かに何か気になるんだ。楽勝だ。
血を流す時間だぞ。この顔をぶっ潰してやる。Thank you.
Yeah.
がいつ感染を上げたらいいか分かるでしょ。購入するものを考え直すべきかもしれません。他の地域よりは緩やかですが、ここモンタナでも肥満率は引き続き上昇しています。
乗り心地は悪くないでしょ。父のトラックの音を聞くと昔のことを思い出す。いろんなことをね。ウィドーメーカーが私のところに戻ったって知ったらペギーどもはうろたえるでしょうね。これを運転できるなんてあんた根性あるのね。それに良心がある。父もあんたを気に入ったと思う。もしウィドーメーカーが必要になったら好きに使って。ひとまず私は敵の動きに注意しておく。何か重要なことが分かったらあんたに知らせるから。本当にありがとう。